こんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。今日はですね、フィリピンで絶対に関わってはいけない人5選というテーマでお話をしたいと思います。私はフィリピンに住んでですね、累計で9年が経つんですけれども、これまでいろいろな方に出会ってきました。その9年のうち1年はマニラで、8年がダバオ市に住んでいます。またフィリピン国内でいろいろ出張にですね、いろいろとかセブとかも出張に行ったこともあるんですけども、まあその全体を踏まえてですね、こういう人には関わっちゃいけないなっていうのがですね、今日はですね、それを5つにまとめてみました。それではまず1つ目ですね。フィリピンでは絶対に関わっていけない人5選のうちの1つ目です。初対面で親しげに話しかけてくるフィリピン人女性ですね。この人たちには気をつけてください。これはですね、私はダバオでは経験したことまだないんですけれども、特にマニラにいた時ですね、しかもモールとかで歩いている時です。大きなモールの中でですね、こうって普通に別に一人で歩いている時に、いきなり声かけられたんですね。それが一人の時もあれば、二人かな、多くて、二人以上はなかったですけれども、はい、一人とか二人とか、複数回ありました。日本語で声かけられるんですよ。もしくは英語でですね、あなたは日本人ですかって聞かれるんですよね。それで、はいと答えると、まあ日本語ができる人は日本語で話しかけてきたり、まあ日本語できない人は日本に行ったことあるんですよって言って、すごい大好きなんですって、すごい親しげにね、語りかけてくるんですよ。まあ私はもう声かけられた時点で、フィリピン、しかもマニラでですね、犯罪が多くあることを知っていましたので、しかも、詐欺系のですね、知らない人から声をかけられたら子供じゃないですけど、ついていかないようにとか、そういう風に心がけていましたので、そういう人に話しかけられたらすぐにですね、あ、ちょっと忙しいから行かなくちゃいけないんですっていうので、何かしらかの理由をつけて、すぐにもうその場を離れるようにはしていました。中にはちょっと相手が上手くて、会話を交わしたこともありましたけども、まあ、日本に行ってたんですと話しかけられて、それが親子のような、それもわかんないんですけどね、お母さんのような人と娘さんのような人と2人でかけられて、日本が好きなんですっていうのを話しかけられて、ちょうどモールの中にあるレストランの前だったんで、これからじゃあもしよろしければ一緒に食事しませんかまで言われたんですね。それまではちょっと日本のどこどこ行ったとか話を、その人たちは日本語できなくて英語で話してたんですけれども、まあそこまでは 2,3 分ちょっと話して、まあこっちも実際急いでたので本当は早く済ませたかったんですが、まあっちがすごい会話が上手だったんでね、ちょっと捕まってしまって、じゃあこれからちょっと食事でももしよかったらもっと日本の話聞かせてくださいみたいなとこまでは行ったんですね。まあでもその時点で私はもう、これはちょっと危ないなと思ったんで、すいません、ちょっと本当に用事があるんでごめんなさいということで他に行きました。中には電話番号聞かれたりしたこともありましたけども、そういう場合はですね、伝えずに本当に急いでるから申し訳ないということで、その場をできるだけ早く去るようにしていました。他でもですね、いきなりやっぱり複数回にわたって、すいませんで日本人ですかと声かけられて、日本が好きなんですとか、今度日本に行こうと思ってるんですって話を聞かせてくださいみたいなですね、声をかけられたことがありましたけども、それについて行ってしまったり、まあ食事なんてね、一緒にしちゃって仲良くなって、その後あれですね、じゃあ家に来てくださいとか、そういう風に発展してしまうと、やっぱり危ないかなっていうのはですね、当時本当にいろんなマニラにいた頃ですけれども、家に呼ばれてお金取られたとかですね、そういう話もありましたので、私は警戒してそういう人たちには近づきませんでした。もちろんね、中には本当にいい人もいるんでしょうけど、やっぱり初対面で、しかもモールに歩いてるだけで、あの人日本人かもって言って声をわざわざかけて、日本人ですか、私日本が好きなんですとか、あんまり普通に考えてないですよね。まあフィリピンでもすごいフレンドリーではありますけど、まあそれが例えば会社の何かイベントを通してとか、共通の知り合いを通してだったらまだいいと思うんですけども、全く知らない人にいきなり声をかけるというのはまず怪しいと思った方がいいと思います。まあ中にはもしかしたらね、本気で日本人の友達作りたいという人もいるかもしれないですけど、でもね、女性から男性に対して初めてでいきなり慣れ慣れしくというか、本当に親しく話して、じゃあご飯行きましょうとかっていうのは、ちょっとやっぱりですね、もしそういう人に会ってしまったら警戒をした方がいいと思います。それが一つ目です。はい、それではフィリピンでは絶対に関わってはいけない人2つ目ですね。これは初対面で必要以上に、親しげに話してくる
フィリピン人の男性です。今度はやっぱり男性ですね。これは女性に比べたら、私の経験上、やっぱり男性から男性にっていきなり親しげにっていうのは少なかったんですけれども、まあ女性が男性を騙すっていうのはね、よくフィリピンでは聞く話ですが、男性から男性にっていうのは少ないんですが、でもやっぱり自分自身で経験がありました。これは私が見知らぬ土地に行った時にですね、当時英語の試験を受けに、TOEFLという試験を受けに、マニラからちょっと出て、別の市に行ってたんですけども、そこで試験会場の下見を初めてやっぱり行くところだったんで、しようと思ったら、日本語でその時はフィリピン人のおじいちゃんにですね、声かけられて、すごい、日本人かって言われて、最初は英語だったかもしれないですけど、日本人って言うと、もう日本語がちょっとというか、結構、達者に喋れたんですよ。やっぱり日本に行ったことがあって、私は日本が大好きで、って、まあ、こっちもね、初めて行ったとこだったんで、ちょっと、不安もあったんで、そういう、日本に行ったことあるんだっていう、しかも男性からそういうふうに話しかけられたのは初めてだったんで、フィリピン人のですね、ちょっと嬉しくなって、あ、そうなんですか、みたいな、どこにいらっしゃったんですか、っていう話ちょっと弾んでですね、で、その、弾んでる間に、そのおじいちゃんがですね、本当に日本のものは素晴らしいよねっていう褒めてきたんですよ。で、特に私は財布が、日本の財布が本当によくできてて好きなんだと、あんたの財布も日本のだろうって言って、その時実は私の財布は日本製じゃなくてどっか他の国で買ったもんなんですけども、まあ話の流れで特にそんなどこで買ったか財布なんて常に意識してなかったんで、あ、そうだったかもなと思って、あ、そうだよって言ったら、ちょっと見せてくれって言われたんですよ。まあちょっとその時点で怪しいなと思いながらも、すごいやっぱね、そういう人たちって会話が上手なんですよね。相手を乗せてきて、もうその流れで見せてっていうので、入って見せちゃうような、そう、乗せてくるんですよね。で、その時私もちょっとやっぱ油断してたんですけども、本当はその時点で、いや、怪しいと思ってすぐ去ればよかったんですが、見せちゃったんですよ、その時。はい。まあ、知らない土地に一人で行ってね、日本語で話しかけられて安心しちゃったんで、あ、まあ、で、しかも日本で買った財布だったかなと、当時は本当は違ったんですけど、思ったんで、見せちゃって、そしたらですね、はい、これだよって、当然私は見せるだけ、この外見がこうだよって見せるだけのつもりが、その瞬間パッて取られて、すごいなーって言って、俺中のコードもすごいんだよってなって、中に入ってたら札をこうやってパッて取らして、その時点で、あ、これはやばいと思って、結構夕方で暗くもなってきたんで、まあ人はまばらに歩いてましたけど、それでもまあ、この半径数メートルには誰もいない状況でちょっと薄暗くなってパッと札を取られて、これはすごいなって見られたんですよ。で、さすがにその時危ないと思ってちょっと返してくださいって言ったんですけど、その時にそのおじいちゃんは何したかっていうと、まあこれが財布だとして、いや大丈夫だよ、私悪い人じゃないからって、後ろに大丈夫だよって言いながらですね。で、すぐ入ってて、もう返すから心配しないで、俺は悪いやつじゃないからって返したんですよ。それも日本語で言ってたと思うんですけど、で、札を入れてこうやって返されたんですね。で、パッと受け取って、まあ、これはさすがに危ないから、もう、試験会場の下見組んで急いでるんでって言って、さすがにですね、会話を打ち切って、行ったんですね。わあ、わかったわかった、じゃあまたなーって言って、そこ俺の店だからって言いながら、遊びにいつでも来てくれ、みたいな花屋さんがあったんですけど、なんだったら今一緒に行くか、みたいな言われて、いやいや、もう急いでるから行きます、さようならって言って、ちょっと早足で去ったんですよ。で、ちょっと行ってから、まあ、マニラでそういった犯罪ですね、お金取られるとかっていう犯罪があるっていうのは頭には一応あったんで、あれと思って、後ろにやった瞬間もしかしたら怪しかったかもと思って、十数メートルですかね、十メートル以上歩いていった後にちょっと確認しようと思って確認したら取られてたんですよ、お金を。で、慌ててもうやられたと思って走ってですね、駆け戻ったら案の定ですけれども、その場にはそのおじいちゃんはもう、いなくなってて、周りの人に聞いても知らないと。で、あそこ俺の店だから、花屋店だから遊びに来るか、まで行ってたのに、その花屋に行ったら、おじいちゃんはって言ったら、いや、そんな人知りませんって言われて、もうどうしようもなくなってしまった。まあ、幸い、全部取られたわけじゃなくて、で、うまいのが全部取らないんですよ。全部取ったらさすがにわかるんですけれども、中のやっぱ選んで、確かね、1000ペソぐらい合計で取られたと思うんですけれども、で、初めて行ったところで試験会場で、ちょっと多めに札、しかも、フィリピンって大きなお金持ってる誰なんで、結構細かいのをですね、100ペソとか500ペソ札でこう入れてたんで、バーってやられちゃったんですよね。なのでですね、まあ、そういった例もありますので、初めてで、慣れ慣れしくというか、本当に親しげに、しかも日本語で話しかけてくる、フィリピン人男性にも気をつけましょうと。で、またですね、フィリピン人女性、フィリピン人男性に気をつけようって今、言ってきましたけれども、これは私がマニラにいた時にやっぱりですね、日本人の留学生で、同年代の
フィリピン人学生と仲良くなって、その女の子だったんですけども、日本人学生もそのフィリピン人側もね、女の子だったんですが、仲良くなって、じゃあうちに遊びにおいでよと、結構したくしくなってすぐ呼ばれたらしいんですね。で、わ、まあで、留学して何でも体験しようと、当然ね、日本人学生だったら思うでしょうし、しかも女性のね、家だからということで、しかもすごい親しくなって行ったらしいんですね。で、行って、次に、行ってご飯を食べたらしいんですね。ご馳走になって。で、ご飯美味しいって食べて、そしたらですね、記憶がもうなくて、次にもう起きたら、トライシクルの中、トライシクルって、バイクとか自転車がこっちにあって、カゴのタクシーなんですけども、このカゴの中でこう寝てたっていうんですよ。気づいたら、その日本人女子学生が。で、カバンは一応ここにあって、で何かって言いますと、睡眠薬強盗っていうのはマニラ。中心にフィリピンではありまして、それを やられたんですね。まあ女子学生だったからね、本当にもう睡眠薬飲まされた時点ですごい危なかったと思うんですけれども、その時は、まあカバンも一応あって、カバンの中に入れておいた財布の中からやっぱいくらか取られてたらしいんですね。まあさすがにやっぱり全部は取らないらしいんですよ。帰れるようなお金少しぐらいは入れておいて、あとは結構取られてたっていう、そういう話を聞いたことがあります。この睡眠薬強盗っていうのは、やっぱりレストランとかでも、親しげに話しかけられて、ちょっと一緒に食べようとか飲もうとかなって飲んでるうちに、睡眠薬入れられてて、寝てしまってる間にお金とか貴重品を取られるっていう事件は、特にマニラの周辺では多発しているようでして、大使館もこの睡眠薬強盗については注意をですね、しましょうということで呼びかけています。ですので、本当に親しげに、いきなり話しかけてくるフィリピン人には本当に気をつけましょう。というのが一つ目と二つ目でした。そしてフィリピンでは絶対に関わっていけない人5選の三つ目です。三つ目はですね、困っている時こそフィリピン人の人に気をつけようですね。まあこれは本当にあからさまに困っている時、これは観光客の人が多いかもしれないですけど、私が一回やられたのはですね、空港でやられたことがあるのが、これはもう私もフィリピンに住んで2年以上経ってた時だったんですけれども、一回空港で、まあこれはマニラからダバオに帰る時に、チケットを確認するのを忘れてて、ダバオからマニラに来たのがフィリピン航空だったんで、当然マニラからダバオに帰るのもフィリピン航空だと思って空港に行ったら、実は帰りのチケットが別の空港だったと。これ、まあ旅行会社通して取ったんで、全然チェックしてなくて、勝手に自分の中でフィリピン航空だと思ってフィリピン航空のターミナル行ったんですね。そしたらターミナルが違いますよって、もう結構搭乗ギリギリの時間に行ったんで、うわまずいと思ってもう慌ててですね行って、まあでも無料バスありますから隣のターミナルに行くっていうのはカウンターで言われたんで、それ慌ててですね探しに行ったんですよ。でどこだってやって、見つけたって言って、見つけてその無料シャトルバスの中見てみたら、結構人がまばらで、運転手さんに聞いたら、いやこれ人がいっぱいになるまで発信しないよって言ったんですよ。でまあそんな待ってる余裕ももうなかったんで、うわーどうしようって、まあもう多分周りから見たら見るからに焦ってたんでしょうね。でフィリピン人の制服を、空港のですね、白いこのようなシャツを着た、制服を着た、フィリピン人男性に声かけられたんですよ。どうしたんですかって言ったら、いや、実はチケットを、確認するの間違っちゃって、ここに来たんだけど、本当は隣のターミナルに行かなくちゃいけないんだけど、この無料バスがまだ出発しなくて、って言ったら、すごい優しくですね、いや、大丈夫ですよ。じゃあもう、私がすぐタクシー手配しますから、それに乗ってくださいって、もう私はもう、空港の人だったんで、すごい安心して、ああ、じゃあもうぜひお願いしますって言ったら、本当にすぐタクシーが来て、じゃあもうそこで、ありがとうございますって言って別れるのかなと思ったら、そのスタッフっぽい人も乗り出したんですよ、タクシーに。まあ、スタッフなんでしょうけどね。それで、ああ、なんだ、わざわざ本当に送ってくれるなんて親切だなと思って、でもちょっと怖いなと思ったら、案の定ですね。そしたら、料金表ですって、ちゃんと、プラスチックの、ラミネートされた料金表がパッて出されてですね、2000ペソ、まあ、単純計算で言うと4000円ですねって言われたんですよ。隣のターミナルまでちゃんとそれも書いてあって、丁寧に。でさすがにですね、2000ペソっていうのはもうその時マニラの相場知ってたんで、どんなに遠くに行くって言っても2000はないだろうって、しかも隣のターミナルなんだから、ちょっと隣のターミナルのまでの距離っていうのがはっきり分かんなかったんで、でも2000ペソはまずないっていうのだけははっきりしてたんですね。でもそれで、うわ、やられたと思いまして、でも明らかにもう怒りの表情を見せて、もう私はもうマニラにも住んだことあるし、フィリピンにも住んで何年もしてるけど、こんな価格じゃないのは知ってるって言って、もう騙さないでくれて、いくらか、それからメーターしっかり使ってくれって言ったんですよ。でもあちら側ですね、いやもうこれが正規料金なんでって、ちゃんと料金表あるでしょっていう。の運転手もその空港スタッフも見せてきて、うわーと思いまして、で最終的に私がどうしたかというと、もう私はダバオからマニラに出張できてて、で出張これからダバオに帰るんだと、でもう出張できて最低限の
キャッシュしか持ち合わせないようにしてるから、2000ペソなんて払えないよと。で、財布の中にはもうこれしかないんだっていうので、まあ、結局ですね、まあ、騙された自分も悪いと思って、500ペソぐらいかな。500しかないって言ったんですよね。そしたらあっちはもう無言でそのままパーって行って、で、降りる。で、結局もう数分で着いちゃったんですよね。数分だったらもう普通だったらね、いくら高くても100ペソとか200ペソだと思うんですけども、で、その場でもう一回怒って、こんなんだったらいくら高くても200ペソでしょうがって言って、怒って、で、結局もう、でも自分ももう乗っちゃったし、急いでたから、しょうがないけど、もう500しか本当ないから、あとはダボに戻って、自分でタクシー乗るお金しか財布にないから、もうこれでって言って、500を終えたら苦い顔して、別に、でもそれ以上は何もあっちもさすがに行ってこないで、その場は済んだんですね。なのでですね、本当に困ってる時ほど狙われやすいので、気をつけましょう。特に空港の周辺ではですね、やっぱりそういったのをもう、あっちもプロなんでね、カモにしてるんでしょうね。まあ、これはちょっとこの話はもう7年ぐらい前、なので今2021年、2015、6年の話なので、もしかしたらマニラね、ちょっと変わってるかどうかはわかんないですけれども、まあ、フィリピンでこういうこともありますので気をつけましょうというお話の一つとして参考にしていただければと思います。続きまして、フィリピンで絶対に関わってはいけない人5000のうちの4番目です。次はですね、今度は日本人です。日本人でも日本人詐欺師ですね。こちらもですね、やっぱりフィリピンに新しく来た人とか、新しく移住してきて、これから暮らそうという人をターゲットにしてですね、狙われるパターンもあったりします。これはダバオでも聞いたこともあります。どういうことかと言いますと、やっぱり初めて来る人でね、で、ダバオなんかは日本の仕事をリタイアして、ご夫婦でとかお一人でいらっしゃって、結構英語もできなかったりして、もう右も左もわかりませんみたいな感じでいらっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけども、まあ、一応日本人コミュニティ、がいくつかあるんで、その中のどれか、多分おそらくネット情報とかで探したりするんでしょうね。で、そこで知り合った方、もちろんみんなではないですけども、中にはですね、そこの友達の友達とかって、やっぱりすごい親切にしてくれて、最初はですね。で、もう何でも助けてあげますから、何でも言ってください、みたいな感じで言われるらしいんですね。で、結構重いビザの、関係ですとか、子供も一緒に連れてきて、ビザ、実は取らなくちゃいけないけど、ちょっとどのビザにしたらいいかって相談なんかしたりすると、ああ、もう自分は友達、旅行会社いるから、任しておけば、全部やりますよって言って、すごい高額な請求を後々されるとかですね。でも最初はすごい優しいんで、何でも、まあ、ある程度は無料で手伝ったりとかして、結局払わざるを得ない状況になってしまった、日本人の親子の方も私は知っています。で、まあこれは私だけが言ってるんじゃなくて、結構やっぱり、まあフィリピンだけじゃないかもしれないですけど、海外に行ったら日本人にね、逆に気をつけろっていう話は、よく海外に慣れてる方、聞いたことあると思うんですけども、フィリピンでも例外ではなくてですね、やっぱりこれもですね、隙を見せるというか、情報弱者ですと、情報あんまり持ってなかったりしますとね、その隙をついて何も知らないと思って、高額な請求されてしまうということもありますので、そういった時にはですね、完全に最初から、やっぱり信用、みんな、ね、いい人で信用したくなるのはわかりますけども、お金の話になりそうな時は、やっぱりですね、サードオピニオンといいますか、何人かに相談した方がいいんじゃないかなと、一人だけね、すごいずっとしてきてくれてるから、で、しかも何でも知ってるみたいな感じで、そういう人はやるんですね。で、俺に任せれば何でもやるよ、みたいな感じでやるんですけども、それのまま全くおんぶに抱っこで任せてたら、最終的に、はい、これだけかかりました。っていうんで、その人の当然サービス料も入って、それが結構高い金額だったりすることがあるようですので、まあ私自身は直接被害に遭ったことはないですけど、やっぱ数人ですね、そういった被害に遭ったっていうのを聞いたことありますし、まあ私は結構普段から警戒してるので、まだ詐欺に、日本人の方からは、まだと言いますか、日本人の方から詐欺に遭ったことはないですけども、この人はやっぱ詐欺だろうなっていう人には何人かですね、会ったことがありまして、後々新聞でマニラ新聞見たら、やっぱ、日本にフィリピン人を送れると、騙してお金だけ取って送れなかったから、フィリピンで捕まってしまったっていう人も会ったことありますし、まあ、本当に大きなね、嘘と言いますか、信じられないような話を、すごいやっぱり詐欺師の人って流暢に話すんですよね。で、こっちが質問させる隙を与えないんですよ。考えさせる隙を与えないんですよ。詐欺師っていうのはもう、すごい次から次へともう、自分がもう全部、やってるんですとか、自分が何でも知ってるんですっていうように、バーって話しかけて、ちょっと時々やっぱ詐欺師って結構、あること、まあ、実際あることを言うのと、ないこと、でもないことっていうのは、こちら側っていうか話を聞いてる側は何もわかんなかったりするんで、でもそういう方の話を聞いてると、あれ
まあ、確かに、合ってることも言ってるんでしょうけれども、あれ、ここ気になるなっていう疑問があるんですけど、それを質問させる隙を与えてくれないんですよね。じゃあ質問したいと思った時には次の話題に行ってちょっとバーって話してて、自分がこんなにすごいんですっていうのをすごいですね。もう流暢に話すんですよね。そういう人たちって。うん。それでやっぱ日本人だけじゃなくて、フィリピンの人も騙してて、結構地位の高い人と友達になって、こんな人知ってるんだって、あ、実際、あ、その人も友達なんだって、その人も何も知らないで、いや、友達なんですよって、まあ普段仲良くしてるっていうので、紹介されたり、そうすると、あ、こんなすごい人と友達だったらやっぱすごいんじゃないかなって思わせたりとかですね。そういったように。で、結局最終的にはお金の、投資の話とかなって、結構大きな金額を、持ってですね、それを持ったら逃げてしまうとかですね、そういった話もあったりしますので、話が上手い人で困ってる時に、市民に助けてくれるのはいいんですけれども、やっぱお金がかかりそうになったら、その人だけを信用するんじゃなくて、やっぱ周りの人もですね、なんとか探して助けてもらうようにした方がいいと思います。はい、気をつけましょう。はい、じゃあ最後、フィリピンで、絶対に関わってはいけない人5000の最後5番目です。これはですね、ちょっと番外編でもあるんですけども、フィリピンの可愛い子供たちですね。え？って思うかもしれないんですけど、これは、ダバオはやっぱりあんまりですけども、マニラでまだあるんじゃないかなと思います。私がマニラにいた頃本当に多かったんですけど、やっぱフィリピンの子供たちって、まあ子供たちって別にフィリピンじゃなくても子供って可愛いですよね。で、特にフィリピンの子供たちってやっぱ本当純粋無垢な笑顔でですね、どんな貧しくても、わーって駆け寄ってきたりするんですよ。で、本当そう可愛いからね、写真撮ったりとかする人もいると思いますけれども、マニラではですね、そういった子供たちにこう囲まれて、わーってやって、あ、可愛いねってやってる間に、カバンから、とかポッケからですね、財布を取られてたり、子供がこう取れて、スススッと、団体できますんで、わーってやられて、わーってやられてる間に、わーってパッて取られてるケースがですね、本当に多いんですよね。これはもう私の友達でも実際やられたっていう人を知ってますし、これもやっぱり大使館の注意勧告で、そういったケースがあるので気をつけてくださいっていう呼びかけも見たことがありますので、子供可愛いんですけれども、その可愛さに油断してしまわないようにですね、もっと当然別に本当に何もしない子供も、たくさんいるとは思うんですけれども、特に観光客が多い地なんかで初めてフィリピンに来たような感じでね、観光写真撮りながらこうやって、あ、子供だ、いっぱいいる、可愛いなってやってたら、うわーってやられて、いつの間にか、お金取られて、まあ大人にやらされてるっていう可能性も高いと思いますけれども、そういった危険もありますので、ぜひお気をつけください。はい、以上、フィリピンでは絶対に関わってはいけない人5000でした。はい、私の動画ではですね、このようにフィリピンや私が住んでるダバオ市の情報について発信をしています。ぜひチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。